はい、ちょっと連続での録画をしているので、どういう風なこの、テンポというか、タイミングでアップされているのかはちょっと、わかんないんですけど、編集もまだ前のやつとかしてないので、まあ、お待たせしました。お待たせし、待ってる人が、まあ、数人、は多分いるんですけど、わかる限り、続きです。まあじっくり行きましょう。気長にベースを弾くまでの間の、日まで、その日まで。はい、というわけで音苗編ですよね。本当。三木本さんが実は、アビコ竹丸だったということで、で、三木本さんはここの三日月島の、あ、三木本さんのおばあちゃんが、この三日月村の、あ、島の、アビコ村って言うんですけどね、の、なんだっけ、おばあちゃん、アビコ村の、おばあちゃんがアビコ村、三木本さんのおばあちゃんがアビコ村の、出身の人だったと。うん。まあ、いろいろ、吸ったもんだって、そんな話です。まあ、三木本さん、ちょっと、言動もちょっと気になるところが、言動行動が気になるところがあるんですが、まあ、前の動画などを見て、チェックしておきましょう。というわけで、その、まあ、ちょっと、夕食が終わって、散歩しに行こうという、夕暮れ、うん、時ですかね。ということで、マリオ、トールがマリオを連れて二人だけで行こうとしたら、加山さんと夏美さんもついてきちゃったっていう。で、トールはがっかりだが、マリオは楽しそうなので、まあ、楽しそうということでした。まあ、しょうがないですよね。そんなもんです。僕はその辺うまいですけどね。うん。まあ、いや、それはいいとして。二人だけになる、まあ、なんでもないです。次、行きましょう。で、加山さんも開こうとしてると、再度、二人きりになろうとしているというところです。外へ出てきて、館の、はい。そして同時に恋人同士が愛を語り合うのにふさわしい場所を探していた。はぁ、あ。まあまあまあ。二頭物は一頭も得ず、とはよく言ったものだ。僕は結局、加山さんと二人、海岸を見下ろす、小高い丘にまで来てしまっていた。結局、マリと夏美さんを巻いてしまったのだ。そうなっちゃったのか。ここまでそれほど複雑な道ではない。ずっと話をしていた二人はかなり遅れてはいって、もう後ろからついてきてるはずだ。まだ風なんか吹いてへんけどな。ほんまに暴風なんか来るんかね。来るんかいな。ぼやいていた加山さんの姿が突然消えた。あれ?と思ってみますと足元から声がした。兄ちゃんそ、起こしてぇな。加山ちゃんって言っちゃった。加山さんはそこにゴロリと倒れていた。大丈夫っすか?声をかけながら手を伸ばす。でっぷりと太った加山さんの体は見た目以上に重かった。うん、そうだよな。あ、いただだ。わあ、ちやちや。大げさに加山さんが叫んだ。確かに手のひらに血が滲んでいる。大人が騒ぐほどの怪我ではないのは、あんなところにカメラがあるがな。指先にボロボロになったカメラが落ちていた。部品はバラバラですっかり錆びついている。どうやらその部品で手を切ったようなのだ。ほんまについてへんな。ほんまについてへんな。あ、これや。こいつにつまずいたやん。加山さんは足元に転がった石板を指さした。それは中央から真っ二つに割れていた。触らぬ神にたたりなし。僕はそのままにしておくことにした。こいつのおかげで。加山さんは肉しげにそこに寝かされた石板を蹴った。相手って、
と足を持ち上げてぴょんぴょん跳ねるという大阪人らしい展開を期待していたが、そうはならなかった。加山さんは石板を覗き込む。ふ、どうも石碑のようやな。確かに文字が刻まれている。しかし崩した独特の書体で何が書いてあるのかさっぱりわからない。うん。ところがそれを加山さんはスラスラと読み始めた。何何？高間の原にカムつまります。スメラガムツカムロギカムロミノミコと持ちて39代当主キザルイエモンの御霊をここに沈め玉へとかしこみかしこみ申す。これちゃんと僕ゲームやってたところは全然読まなかったの。なんか下の辺だけちょっとなんかそういうことかみたいな。難しい。おきつ鏡へつ鏡やつかの剣いくたまたるたまちがえしのたままかるがえしのたまおろちのひれ蜂のひれ草草のもののひれふるべゆらゆらとふるべ。わかる人わかんのかな。何ですかそれ。まさかデタラメ言ってんじゃないでしょうね。ああ君は関西でおバカにしてるな。わしかて大学は国文学科や。で国文学科やね。え、経済学部じゃないんですか。またこれや。わしの卒論は勝者の物語としての古事記中年で、教授の間でも評判やったや。全く関西人言うたら金儲けのことしか考えてへんと思ってるやろ。それは偏見注文やで。それはわしかて金が好きや。金もろたら靴の底でも舐めたるで、舐めるで。せやけどそれは人間として当たり前の声やろ。僕は当たり前でもないと思った。うん。何してるの？夏美さんだ。横にはマリがいる。あれ？これは石碑みたいやね。いやー、高天、なんだっけ忘れちゃった。まあいいや。ね、別にいいや。かむつまります。すめららのが。夏美さんもスラスラと読み始めた。これを読めるのは一般教養なのか。よっぽど岸猿伊右衛門っていう人はみんなに恐れられててるな。どういうこと？マリが友達に聞くように言った。ここに来るまでに随分仲良くなったのかもしれない。なんかいいですよね、こういうの。まともなこと言ってます。なんかこう、女子が意気投合したみたいな。うん。この石碑は岸猿伊右衛門の魂を鎮めるために作ったものやねん。いわゆる鎮魂中やつやね。鎮魂中ったら荒ぶる魂へ恐ろしい悪霊、場合によっては神様なんかを鎮めるためのもんやんだ。もんなんや。つまり岸猿伊右衛門という男はそんなもん立てられられるくらい恐れられてたっちゅうことになるんや。うっとりとした目で加山さんは夏美さんを見ていた。インテリジェンスが女の魅力だと言った加山さんの言葉は嘘ではないようだ。夏美さんすごい。そう言った後でマリは僕を見た。それに比べてあなたという目だ。まあそうですね。チューブさんもそんな感じなんで。ただベースがすごいので、まあベースはすごいけどっていう、まあそんなもんです。で、ベース動画、よかったら見てみてください。すごいかどうかはあなたが決めてください。とか言うとなんか自分がすごいと思ってる風に思われてしまいがちですが、まあまあ上には上がいるし、キリがないんで、まあまあ独自のセンスでやっております。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。これも、この動画も、ベース動画も、よろしくお願いします。きっとそうだ。間違いなくそうだ。絶対そうだ。マリの黒髪がふわりと舞い上がった。風だ。風が吹き始めた。いよいよ、かまいたちの夜が来たみたいやね。夏美さんが海の彼方を見つめてそう言った。
50年に一度のかまいたちの夜、僕は三木さんの話を思い出した。どうしてこんな日に招待したんでしょうね。そろそろ戻りましょうか。そういえば人神の儀式も50年に一度でしたよね。そうだな、どうしてこんな日に招待したんだろう。そろそろ戻りましょうか。三木さんの話を思い出した。人神の儀式も50年に一度でした。まあ絵でいいか。特にどうしてこんな日に招待したんでしょうね。どうしてやろうね。海の向こうを見つめたまま夏美さんが言う。あれ、夏美さんは三木本さんの話に納得してたんじゃないんですか。納得はできへんわ。いくら下から天気を言うても明日から来ればええわけやから。でも三木本さんの話にうなずいてましたよね。あれは50年に一度の暴風が襲うっていう話にうなずいてて。どういうことですか。聞きたいことがあるんだったら足の許可をもろてからにしてくれるか。夏美さんを守るように加山さんが僕の前に立ち塞がった。何アホなこと言うてんの。夏美さんがピシャリと加山さんの後頭部を叩いた。面白いぐらい加山さんが前のめりになる。大阪では二人で組んで舞台に立ってでもいるのだろうか。まあみんな大阪の方はみんなこんな感じですという偏見で、わざと偏見してみました。あのな、この島は風水的に物ごっつ珍しい島なんよ。風水ですか。知ってるやろ。まあ気の流れを見て運勢や健康を判断する占いのようなもの。その程度にしか知らない。まあそうだな。風水は気の流れを見るんや。そうすることで様々なことを知ることができるんやけど、理想的な風水の地形って知ってる？突然聞かれたがもちろん知ってるはずがない。みんな知ってるのだろうかと周りを見るが、マリも加山さんも知らなかったようだ。とりあえずホッとする。この島は風水の理想的な地形そのものなんや。だからこの島にはどんどん木が集まるようになってる。きっと岸猿伊右衛門という人間もそのことを知ってたんやね。どうしてそんなことがわかるんですか。あれや。そう言って夏美さんは湾の入り口を指さした。あそこに赤い鳥が飾られた塔があるやろ。風水では塔は火山を、その上に飾られた赤い鳥朱雀もまた火を意味するね。南の方角に火の象徴を置くっちゅうことは気を貯める上で重要な意味を持つんや。それだけやないで。今夜うちらが泊まる三日月館、あれもそうや。あの館にも全くと言っていいほど同じ環境が揃ってる。きっと伊右衛門には大量の木を集めなければならない特別な理由があったはずや。特別な理由ですか。そうや。ちょっと説明しようか。長そう。また木というのは一種のエネルギーみたいなもんや。これを人間に利用したのが気候、家や町や国、つまり気候風土や地理なんかに利用したのが風水なんや。風水の基本思想は陰陽五行っていう古代から伝わる中国のものの考え方で、陰陽、陰陽というのは万物の源なるものは全て陰と陽に分かれる。つまり世界はこの二つから始まるってことを指してるよね。で、五行の方は何かというと、全てを形成する五つの機能陽体を意味していて、火、水、木、金、土がそれ。これらの木が全てに影響を与え万物を成り立たせているわけや。例えば色、これも5つに分かれる。五行ってことだ。火は赤、水は黒、木は青なんだ、金は白、金っていうのかな、土は黄色。他の色はこの組み合わせなわけやね。同じように守護神獣も5つそれぞれに割り当てられていて、火は朱雀、水は玄武、木は青龍、金、金は白虎、
これはそれぞれ方位も示していて、須坂は南、玄武は北、青龍は東、白虎は西を表している。そして最後の土は中央を意味していて、神獣は蛇。こういった様々な象徴を使って家や国を分析するのが風水なんや。気合言って軽く見る人多いんやけど、風水のパワーは昔から祭り事なんかにも用いられてきたくらいやから、侮れるもんとちゃう。なんか、これ興味ある人は結構、まあそうっつって。僕全然知らなかったんですけど、でも玄武とか朱雀とかよく聞きますよね。あのアニメとか。よく出てきますよね。必ず四天王とか、幽遊白書とか、FF も出てくるし。ちなみにヘビが土？僕一応前に、結構昔というか前に、守護霊様がヘビだと、左手に、僕左利きなんですけど、ね、左手だったよな確かに、ヘビ守護霊さんがいるという、かなり守られているようです。ありがとうございます。こうしてゲームができるのも守護霊様のおかげ。居眠り運転を毎日のようにしても一回も、大事故、事故にはならなかった。タイヤパンクさせたけど。のも、守護霊様のおかげ。その居眠り運転して反対車線出て、あと 0. 何秒とか、1秒とか、寝てしまってたら、対向車線と正面衝突してしまうところを目が覚めると。カーブで居眠りをしていて、もうあと 0. 何秒。遅れて目がパッて覚めなかったら、左に突っ込んでたみたいな。崖にガードレールとか。でも全て。あと、赤信号で急いでて、昔ですよ。これ本当に若いキッズの頃、免許取ってまだ何年、キッズの頃に、すっきり急いでて、軽トラで、まあ、現場仕事とかもやってたことも、あったりなかったりするんで、大工さん的なこともやったり、なかったりするんで、もう赤で行っちまえっつって、結構、もう思いっきり赤なのに突っ込もうとしたら、前に車がいて、それが止まってて、はーって気づいて、ブレーキ踏んで、あと数センチのところに止まるとか。まあ、それはただのあれか。あれだけど、まあ、でもそういういろいろです。まあだからそういうのを、いや、守護霊、別に僕もすげえ信じてるとか、それをにの没頭してるわけじゃないけど、そういう考えもあって、ての、まあ現実もちゃんと見て、っていう方が面白いのかなって気がしますね。真面目な。そんな感じ。いろいろやっぱり日本とかの昔からのなんかいろいろしきたりだったりとか、神社とかいろいろありますけど、全然調べようとか自分ではわざわざ調べたりとかしないですけど、こういうのゲームとかもきっかけで、やっぱりちょっと余計に、ちょっとこう気にしたりとか、まあちょっとこう、やっぱり不思議だなとか思ったりとか、感覚を、持ったりしましたね。で、あの、つい、その、バカにもできない、その、やっぱり、そういう、たたりとかあるじゃないですか。呪い、たたりとかそういうもの、やっぱりなんか祀ってるものとか、やっぱり何か意味があったりとか、いろいろな方面で、科学的にもそうだし、霊的なものもそうだし、見れるんじゃないかという、見ても面白いんじゃないかという考えです。どうするかは、あなた次第ということで。そんな感じで、長くなってしまうんで。以上、スピリチュアルな話でした。家門もそれを知っていたからこそ、そんな大掛かりなことをしたんとちゃうんかな。家門も、こういうのにすごく、こういうのに没頭していたんでしょうかね。なるほど。僕は感心していった。だとすると、やっぱりあの泉は、何やの？実は泉が海水だったのをご存知ですか？海水？
そうなんです。もしかしたら海から見えた洞窟と繋がってるかもしれませんよ。僕は少し得意になっていた。隣を見るとマリアが咎めるような目で僕を見ていた。そうだ、洞窟と海、湖が繋がっているという意見はマリアが言ったのだった。人の意見をまるで自分の考えのように言う姑息な男。マリの目はそう訴えていた。間違いなく訴えていた。絶対訴えていた。じーっ。マリ、いいですよね、やっぱり。いいツッコミと、怖い感じとか。はい。違う！僕は思わず叫んだ。夏美さんもマリもカヤマさんも僕を不思議そうな目で見ていた。いや、だから僕は、とにかく、夏美さんが話を続けた。あの泉と洞窟が繋がっているのは確かやろね。そうすることでダイレクトに館に気が集まるようになっているんや。そしてあの場所にどんどん気が溜まるとどうなるかというと、どうなるかと僕たちは息を詰めて夏美さんを見つめた。それは分からへん。加山さんが大きく前に突っこけた。あの吉本新喜劇みたいな感じですかね。まあ、あの大阪の人みんなそんな感じですかね。まあ偏見、わざと偏見で言ってみました。打ち合わせをしていたとしか思えない絶妙の間だった。せやけど、かまいたちの夜が来るから、まあ大丈夫やろ。ということです。三木本さんが言ってたら、かまいたちの夜には暴風が吹くって。風は気を散らす、いわば気の大敵みたいなもんや。その大敵の親分みたいなもんが50年に一度吹くことでたまりに溜まった気が一気に吹き飛ばされる。つまりかまいたちの夜が来ることで溜まりすぎた気が破裂せえへんよ、うまくバランスが取れているわけや。そうか、それであの時うなずいてたんですか。ま、そういうことやね。なんだかよくわかんなくなった。あの、自分語りしすぎて。まあ、チューブユーさんチャンネルでよくあることですけどね。突然体が倒れそうになるほどの突風が吹いた。A、僕はよろめくマリの体をすかさず抱きかかえた。B、僕はよろめく夏美さんの体をとっさに抱きかかえた。これはないな。僕はよろめく加山さんの体をあっさりと避けた。まあ、これがいいか。A でもいいけど。C にしとこうか。僕はよろめく加山さんの体をあっさりと避けた。どさりと音がして突然加山さんの姿が消えた。兄ちゃん起こしてえな。加山さんはまたもう、ごろりと倒れていた。大丈夫ですか。声をかけながら手を伸ばす。でっぷりと太った加山さんの体はやはり重かった。いや、それとマリーがスタスタと歩き出した。あんた行くで。夏美さんも歩き出す。僕たちは風がきつくならないうちに館へと戻った。結構長い話になっちゃったな。館の前では三木本さんが僕たちの帰りを待っていた。風が強くなってきた。もう閉めるから早く中に入って。みんなおせちにいるよ。マリ、玄関まで走ろう。僕はマリの手を取って駆け足で館に向かった。B、マリ、ちょっと待って。僕は門が閉まるところを見てみたかった。あ、マリ、ちょっと待って。僕は門が閉まるところを見てみたかった。C、マリ、大丈夫か。僕はマリを気遣い振り向いた。まあ、ここは紳士で、マリを気遣いましょう。マリ、大丈夫かい。僕はマリを気遣い振り向いた。マリは乱れる髪を手で押さえている。乱れ髪もなかなか素敵だね。僕は素直な感想を述べてみた。夏美の乱れ髪もなかなか色っぽいで、そういう加山さんの乱れ髪は、あら、最悪だ。最悪。葉っぱまでついてる。葉っぱが引っかかってるって。ゴーゴーとなるのは風の音ではない。重い鉄の扉がレールの上を転がる音だ。三木本さんは扉を閉じると鍵をかけた。これで館は黒く高い壁で閉ざされたことになる。三木本さんが先頭に立って足早で、歩いていく。なんだか台風の前の慌ただしさを思い出してちょっとドキドキした。父親がやけに頑張ってベランダを片付けたりしている時の不安と期待が同居した気分だ。うまい表現ですよね。
なんか、不安と期待が。同じ気持ちでいるかなと思ってマリを見ると、不思議そうに館を見ていた。どうしたのマリ？なんだか今あの館が、笑ったような気がした。館が笑う？なんだか嫌な笑い。そうだな、酔っ払ってフラフラしてる女の子を見る下心丸出しの笑いみたい。酔っ払って、ああ、そういうことか。すごいこと言うなと思ってからはっと気がついた。もしかしてそれは僕のこと？そういえばシュプールで彼女に酒を勧めて、急ごう。まあなんかそういうようなことがあったんですね。マリはそうに思ってたかもしれないと。酔っ払った女の子見て、ああ、そんなシーンあったかな。まあ、急ごう。風がひどくなってきた。三木本さんが走り出した。待ってえな。後ろから情けない加山さんの声が聞こえた。館に全員が駆け込むと、三木本さんが扉とシャッターを閉じ、鍵をかけた。さっきまでと違ってなんとなく気分が重苦しい。館は決して狭くないのだが、旅衆になったような気がしたのだ。あら、悲鳴が聞こえた。みんな息を飲んだ。一番最初に走り出したのは三木本さんだった。僕たちもそれに続く。三木本さんはまっすぐ応接室に向かっていった。扉を開けて中に入ると、みどりさんが口をゼロ、O の字、O かな、こっちは。ゼロの字に開けて天井を指さしていた。O の字かな。高い天井を見上げる。クリスタルらしき豪華なシャン、豪華かな、これ。豪奢かな。な、シャンデリアが下がっていた。その横だ。ああ。赤く一本の線が引かれてあった。今書き終えたばかりのようにそれはヌメヌメと光っていた。ポタリポタリと雫が垂れている。それは絨毯を赤く染めていった。すごいことが起きてます。どうしたんですか？僕が言った。ここで話していたらほら、これ。小林さんが手のひらを見せた。脱ぎ取った跡なんだろうか。シワが赤く染まっている。多分血だよ。手のひらを鼻に当てる。まさに血の匂いだ。それから小林さんはその手のひらを僕の鼻に押し当てた。確かに生臭い匂いがする。その時だ。ああ、いよいよ始まりました。声がした。絶叫だ。喉から血が噴き出しそうな悲鳴、悲痛な声だ。僕は反射的に部屋から飛び出した。血が垂れてます。やばい。悲鳴が、すごい悲鳴が来ましたね。再び声がした。助けてー。悲鳴混じりにそう叫ぶ声は会場から聞こえた。僕は階段を駆け上がった。何かが後ろからついてきている。すすり泣きが聞こえた。恵子ちゃんの部屋からだした。部屋からだった。僕は後ろから加山さんと敏夫さんがついてきているのを確認してからその部屋の扉を開いた。恵子ちゃんがいた。恵子ちゃんは床にひざまずき、祈るように頭を下げてすすり泣いていた。あー、これはひどいですね。ベッドの上にかのこちゃんがいた。その首に鉄線が絡みついていた。螺旋状のそれはどうやらベッドのスプリングのようだった。死んでるんか。いつの間にそこに来ていたのか。僕の後ろから加山さんが無神経なセリフを言った。かのこちゃんが死んでる。わあ、僕はどうしていいのかわからなかった。まさか、恵子ちゃんが殺したのだろうか。し、恵子ちゃん、一体何が。とにかく話を聞いてみよう。こんな風に死んでたら、まあ、わーってなるけど、まあ、一応ゲームなんで、一体何が、話を聞いてみましょう。ケコちゃん、一体何が。
僕が尋ねて、もう恵子ちゃんは顔を捨てたまますり泣くだけだ。敏夫さんがつかつかと恵子ちゃんに歩み寄る。肩をつかみ顔を正面に向けさせた。恵子ちゃんの目は何も見ていないようだ。唇の端から唾液が糸を引いていた。しっかりしろ。敏夫さんが彼女の肩を激しく揺すった。もう、いや、おかしくなっちゃったな。あまりにもすごいことで。恵子ちゃんの首がそれに合わせて人形のようにガタガタと揺れた。恵子ちゃん。とうとう敏夫さんは平手で彼女の頬を叩いた。ここで何があったんだ。恵子ちゃんの顔を見ながらゆっくりと一言一言言い聞かせる。恵子ちゃんの瞳はしばらく宙を泳ぎ、それからしぶしぶ敏夫さんの顔に留まった。口が開く。かなこと二人でここにいたの。それで、敏夫さんは落ち着いた口調で先を遅くした。そしたら突然、ベッドからスプリングが飛び出してきて、かなこの喉に感情のかけた抑揚のない声だった。その声がやがて嗚咽に変わる。どういうことやねん。加山さんは僕の後ろで言った。その太い指で僕の腰をしっかりと掴んでいる。何があったの？マリの声だ。入っちゃダメだ。僕は隣部屋から出た。加山さんが僕の腰を掴んだままついてくる。マリと夏美さん、それに緑さんが廊下に立っていた。みんな不安げに見ている。僕は中の様子を。A、できるだけゆっくりと告げた。B、できるだけ急いで告げた。まあ、B でいいか。ちょっと、確かこっち面白いんだな。僕は中の様子をできるだけ急いで告げた。かのこちゃんはけいこちゃんと一緒でベッドでスプリングに首が絡まって、それで、ね。ちょっと待って。もっと落ち着いてゆっくり話してくれないと何言ってるかわかんないよ。一気に幕下出る僕にストップをかけたのはマリだった。僕はその時初めて自分が動揺していることに気づいた。一呼吸して気持ちを落ち着けた僕はできるだけゆっくりとかのこちゃんの死を告げた。死んでるって、本当？本当だよ。しかもすごく奇妙な死に方なんだ。奇妙？うん、どうやったらあんな風になるんだろう。とにかく普通じゃないよ、あれは。三人とも信じられない様子だった。私、見てくる。そう言うと止める間もなく、マリは部屋の中に入った。マリ。マリは臆することなく、ベッドに横たわるかのこちゃんのところに行く。そして信じられないことに顔に手をかざしてから脈を見た。後ろを振り向き、首を横に振る。死んでいるという意味だろう。なんであんなことが平気でできるんだ。僕はマリがますますわからなかった。そうだよ。ここで僕は敏夫さんに続いて男らしさを見せなければならないのだろうか。とにかくマリにだけ任せておけない。僕は加山さんを振りほどいて、恐る恐るかなこちゃんに近づいた。部屋の中を改めて見ました。三木本さんを探した。もうちょっと部屋の中、かなこちゃんに近づくのはちょっと嫌だな。部屋の中を改めて見回してみようか。三木本さんを探す。いや。これでいいか。僕は加山さんを振りほどき、部屋の中を改めて見ました。これは何だろう。僕は一枚の、紙片を、紙切れじゃない、まあ、紙片を床から拾い上げた。折り紙のような正方形の白い紙だ。スザク。それには墨で黒々とそう書かれてあった。シュジャン。僕が言うといつの間にか入り口に立っていた夏美さんが訂正した。スザクや。笑い声が聞こえる。この笑い声嫌だな。なんかこういう笑い声怖いっすよね。ちょっと嫌だな。誰だ僕を笑うのは。とみんなを見ました。誰も笑っていない。笑い声はどんどん大きくなる。心底を楽しそうな笑いだ。折れるように床にひざまりついている恵子ちゃんの肩が揺れていた。まさか、きっと泣いてんだろう。恵子ちゃんが顔を上げた。喉の奥が見えるほどの大口を開けて笑っていた。これ怖いな。ヘッドホンでやってるから余計なんか、リアルに聞こえる。上から紐で吊られた肩のようにぎこちなく恵子ちゃんは立ち上がった。
その間も腹を抱え、体を揺すって笑い続けている。かのこちゃんの首から鉄線を外そうとしたのだろうか。マニキュアをした爪が折れて剥がれていた。うん。こういうの全部想像するとすごい、なんか、想像できますよね、この文から。両手の指先からダラダラと血が流れている。ケイコちゃん。近寄ろうとしたトシオさんをケイコちゃんは指さした。お前も死ぬじゃん。お前も死ぬじゃん。その声は彼女のものではなかった。喉の奥ですりつぶしたようなしゃがれた老人の声だ。お前も死ぬ。血に濡れた指が僕の顔を刺す。お前も死ぬ、お前もじゃ。指のない、爪のない指が順にみんなの顔を刺していく。射抜かれたようにみんなその場を動けない。ここにおる者はみんな死ぬじゃ。すべて人神のため。キザル家のため。ここの角の星は、地基地で満たされるぞ。それだけ言うと糸を切られたかのように、ケイコちゃんはその場に倒れ込んだ。